はいどうもプレスの T です。今日はですねちょっと気悪い話があってそれについてお話ししようと思ってるんですけど、皆さんね滑り止めって受けますよね。当然ね第一志望に受かるっていうのが一番の目標になってると思うんで、それを目指してやってるのはやってるんですけど、まあ、万が一の場合ってありますよね。でそういった場合に備えてちゃんと滑り止めって確保しとこうっていうのは、まあ、当然皆さんやると思うんですよ。でまあ僕自身も滑り止めってちゃんと心の余裕にもなるから受けときましょうねっていう風に指導はしてるんですけど、そうなった時にですね滑り止めを当たり前のもんやという風に思う人がたまに出てくるんですね。でまあみんな受けるっていう意味では、まあ、ある意味当たり前っちゃ当たり前なんですけど、そもそも大学受験っていうもの自体を考えてもこれは当たり前じゃないんですよね。でそこで何が大事かって言った時に、やっぱりねいろんなところで配慮っていうのが必要だよと。でそれ何かって言った時にやっぱりねお金かかるんですよね。滑り止めを受けるにしてもお金っていうのはかかっていて、これはただでは受けれないんですよ。でそうなった時に結局さ滑り止めって、まあ、無駄になるわけですよね。でその無駄になるお金っていうものに対してどうも無頓着な人っていうのは結構多くてですね、やっぱりね親のお金でしょ、自分でお金を払うわけじゃないから、そこら辺の、まあ、金銭感覚とかっていうのはちょっと麻痺してきているっていうのもあるし、まあ、当然最近とかだったらまあネット出願とかやっちゃって、で結局クレジットカードとかで払っちゃうから目の前にお金があるわけじゃないですよね。だから実際どれぐらいかかってるのかっていうのは感覚的に分からなくなってるのかなっていうのがあって、でなんかねすごく適当に、まあ、あれも受けとけこれも受けとけみたいなところで言う人がいるんですよ。でそれに関してはまあ各ご家庭の事情っていうのもあるから、まあ、好きにしたらええやんけっていうのはあるんですけどね、あるんですけど、受験をさせてもらってる側の人っていうのはそこら辺のところって少し配慮しとくのは必要ですよね。っていうところでちょっと今日はねどれぐらいお前らお金かかってんのかっていうのを一回見とこうぜっていう話で、ここにねお金用意したんで、ちょっと実際の現金でねどれぐらいかかってるかっていうのを見ていこうと思います。はい、というところで実際に見ていきたいんですけど、これがどこの大学かっていうのはちょっと伏せとこうと思います。ただ実際にある大学で本当にこれぐらいかかるよっていうのは間違いない話です。じゃあ家庭としてなんですけど、経済学部経済学科っていうのを受けましょうと。でそうなるとまず、はい、32,000円こんだけかかりますよと。でこれっていうのはあくまで普通の判定方法で、いろんな方法ってあるんですね判定のために。でそれで高得点重視型とかっていうのがあって、それをやろうと思うとさらにこいつにもう7,000円かかってきますね。でこれはあくまで経済学部の中の経済学科っていうのを受ける場合ですね。学部の中には他にもいろんな学科があって、こういうの併願できる場合があるんですけど、そうなった時に今度じゃあ国際経済学科っていうのを受けましょうと。でそうなってくるとさらに14,000円追加で、ある程度考えてる人はまあこの辺でやめたりするんですけど、とりあえず受かりゃいいやと。で受けるためにはたくさんの学科を受けといた方がいいんだよっていうようなところで、まだまだ受けようとする人っているんですね。でそうなった時にですね、他にも総合経済学科っていうのがあって、でそこも受けようとなってくるとさらに14,000円追加ですよ。でもうこの段階ですでに結構な額になってるわけですけど、あくまでこれは第一日程を受けるっていうふうに考えた時ですね。で第二日程っていうのもあって、それも同じように受けようとすると初日と全く同じ67,000円、これがさらに追加されるわけですよ。やばくないですか。もうこれねすげえなんか下品な感じになってますけど、まあ、これぐらいかかるんですよ受けるだけでね。ただ滑り止めが怖いのはまだまだこっからですよ。滑り止めっていうのはあくまで行かない前提で受けるわけなんですけど、入学しなかったとしても入学金っていうのは必要になるんですね。意味わかんないかもしれないですけど、でそれは本当に学校によって違うんですけど、で今回参考にさせてもらってる大学の場合だと入学金っていうので、はい、25万円さらに追加です。いいですか、これは返ってきません。一応授業料とかっていうのも納入するようには言われると思うんですけど、それに関しては別に返ってくるんですね。ただ入学金この25万に関しては全く返ってきません。完全にドブに捨てるのと一緒です、行かなかった場合にね。どうですか皆さん、これ見てまだ適当に大学受けようっていう気になれますかね。締めて384,000円プラスで手数料とかもかかってきます。この金額っていうのが、まあ、消えていくわけですね。結構こんな現金の山で見るとやべえって思いませんか。皆さんの親御さんはこれぐらいの金額をポンと払ってくれてるわけですね。はい、というところで、まあ、今日ね一緒に見てきたわけなんですけど、なんだかんだで結構お金かかるでしょう。
で、まあ、このお金っていうのはね、当然皆さんのお父さんお母さんっていうのは、まあ、皆さんを第一に思ってますし、まあ、お願いされればね、無駄になるなっていうのは分かりつつも払ってくれるとは思うんですよ。ね。ただ、それを皆さんが当たり前のことやっていうふうに思うのは、僕違うと思うんですよ。なんだかんださ、こんだけのお金、どういうふうな感覚か分かりませんよ。それこそ皆さんからすると、やっぱ YouTube とか見てればさ、ね、もうこんなね、お金なんて安いもんやと。いうふうに思うかもしれませんよ。なんかすごい気前いい YouTuber とかいっぱいいるからね。で、そういうふうな感覚になってる人も中にはいるかもしれないんですけど、やっぱりこの額って結構大きかったりするわけですよ。で、これを稼ぐために、まあ、皆さんのお父さんお母さん毎日働いてですね、お金を貯めてきてるわけですよ。で、そうなった時に、まあ、皆さんはどうするか。それはね、自分でお金を稼ぐようになってから返すとかっていうふうな話もあるとは思うんですけど、別にそれは望んではないと思います。ね、返してくれっていう風に思ってるんじゃなくて、まあ、皆さんのやりたいことが最終的にできるようになればそれでいいかなと、先行投資として、まあ、惜しくはないかなっていう風に思ってくれてるとは思うんですよ。だからとりあえず皆さんやるべきことっていうのはね、こうやって受験させてもらってるっていうのは当たり前のことじゃなくてすごく特別なことなんだと。で、それに対して別にその気負う必要性はないですよ。なんか親に負担かけたくねえからちょっと滑り止めとかっていうのはとかって別に考えろっていう風に言ってるんでは全然なくてですね、そうじゃなくて、ありがとうございますと。ね、それぐらいの感謝の気持ちを、まあ、伝えるとかね。それこそ明日とか、まあ、勤労感謝の日ですよ。なんだから、まあ、それぐらいのことを伝えるとかね。まあ、で、それで払ってもらった分は、自分ちゃんとしっかり勉強頑張るから、これからも応援してくださいねと。そういう気持ちっていうのを、まあ、伝えるのも少しやってみてもいいんじゃないかなと。そういうふうに思ったというような話です。だからまあ皆さんもね、実際大人になってみればわかると思いますけど、なんだかんだでここで言ったような、まあ、額ね。それはまあ払えるようにはなるとは思うんですけど、まあね、安くはないんですよ。しかも無駄になるかもしれないと。別にその滑り止めだからって言って適当に決めてね、行ったところで、まあ結局勉強も特に何もせず、チャランポランで遊ぶだけ遊んで4年間、はい終わりと、得られるものもなかったと。で、これ結局払ったけど無駄になったなって思うと、やっぱしんどくなるとは思うので、ね、皆さんもちゃんと滑り止めのことをね、ちゃんとよく考えて、頑張れるような大学、ここやったら自分、まあ万が一無理やった時に行ってもですね、しっかりと4年間勉強頑張れるなっていうようなところを考えた上で滑り止めっていうのも決定すると。で、まあむやみやたらに適当にどこでもかしこでも受けりゃいいと、そういうもんじゃありませんよと、そういうお話でした。じゃあまあ今日はこんなところで終わろうと思います。お疲れさんでした。